常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね。さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひ Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ロシアのねクレムリンに無人機が突っ込んできたというね、まあニュースをやっているんですが、まあ果たしてこの無人機っぽいものね、ウクライナ側の攻撃だとロシアは言っているんですが、ウクライナはやってねえっていうふうに言ってますしね。まあロシアって偽旗作戦の常習犯ですからね。まあ本当にウクライナの攻撃なのかどうかね、よくまあ分かってないんですが、まあ一応ね、ニュース、最初にね、これ NHK ニュースなんですけど、ちょっと確認しておきましょう。クレムリンに無人機攻撃か、被害はなし、ロシア大統領府ということでね。で、この後ロシア側の発表、ね、ちょっと読みますよ。ね。真に受けないでね。真に受けちゃダメですよ。一応読みますよ。ロシア大統領府は、プーチン大統領を狙って、首都モスクワのクレムリンをウクライナの無人機が攻撃しようとしたと主張し、報復と措置を取ると発表しました。これに対し、ウクライナのゼレンスキー大統領は、我々がプーチン大統領は、大統領やモスクワを攻撃することはない、と述べて関与を否定しました、ということです。まあ、ロシア大統領府曰くですね、3日にね、2機の無人機が、まあ、夜、首都、モスクワのクレムリンにある大統領府を攻撃しようとした。無人機は、軍や特殊部隊によってレーダーで無力化され、クレムリン敷地内で破片が落下した。被害は出ていない、などと発表したと。いうことです。まあ、これどうなんすかね。本当にやったのやらないのって感じなんですけど、BBC なんかの報道を見てるとね、誰がやったかわからんと。これ自体ウクライナ飛ばしたって証拠どこにもねえし、みたいなことをね、言ってましたけどね。で、日テレニュースね、これにね、小泉悠さんがね、コメントしている記事がありましたんで、これちょっとね、ヘッドラインこう書いてあります。ロシア大統領府に無人機攻撃か、誰が実行？自作自演？小泉悠さん、かなり大きな展開が起きそうな局面を我々は見ていると、いうふうにおっしゃっています。で、小泉さん曰くですね、何らかのドローン、なおかつヘリコプター型ではなくて、固定翼式、普通の飛行機のようなドローンが飛んできて爆発したということは明らかだと思います。ただこのような形式のドローンは、どこの国の軍隊も今や持っていますし、一部中国製のものなどは通販でも買えるようなんですね。実際、ウクライナでは通販で中国製ドローンを購入して、大規模に使うなどしています。この映像だけで誰がやったとか、どういう意図でやったとか、そこまでは言えないだろうと思います。ということでね、まあ要はロシア大統領府はウクライナがやったって決めつけてるけど、いやこれ証拠ないでしょとね、まだですかみたいなね、まあ話ですね。でさらにですね、小泉さんこんなふうにおっしゃってます。ウクライナがやったとしてもおかしくないとは思いますと。戦争中ですし、今かなりロシア領内での攻撃を強化していることもあります。ドローンで攻撃したり、破壊工作部隊を送り込んだり、と、様々な方法で攻撃を実行はしています。ただ、ロシア側が主張する、プーチン大統領に命を狙ったのかどうかについては、私は懐疑的です。というのも、それはかなり難しいはずだからです。プーチン大統領は、クレムリンの中でも、あちこち動き回っているはずですし、実際、今回クレムリンにいなくて、ノボ・オガリョボという、郊外の皇帝にいたと言っていますから、どこにいるかということリアルタイムで把握してそこにドローンを誘導して攻撃しないといけないわけですよね。これはまず不可能だと思います。ですからこれだけの少数のドローンで確実にプーチン大統領を殺害できるとウクライナが踏んだ可能性は低いと思います。もしも本当にウクライナ側が実行したら、私は政治的に象徴的な効果を狙ったのではないかと思います。実際にクレムリンに外国の爆弾などが飛んできて燃え上がるという現象は第二次大戦以来発生していないはずです。もしウクライナが実行したのであれば、ロシアに大恥をかかせられるような政治的効果があると思います。ただウクライナ側は我々ではないと主張していますので、これについても何とも言えないということですね、と。なるほどね。まあその通りですね。まあこれね、渡辺さんね、まあいつもね、うちのチャンネルにね出てね、いろいろ解説してくれている元陸将の渡辺さんもですね、自作自演の可能性もあるけれども、まあようわからんと、言ったようなことをですねコメントされております。一応ね、渡辺さん8時間前にこんなツイートしてます。プーチンの殺害を狙った無人機攻撃がクレムリンに対してなされたというロシア当局の発表は不自然な点が多い。またテレグラムでルフされている映像も、あらかじめ攻撃時刻を知っていて撮影したようなものだ。ロシアの自作自演過去偽旗作戦も含めて検討すべきだろうということでね、まあこんな風におっしゃってます。で、逆にですね、これも偽旗だという風にね決めつけている人もいらっしゃいまして、これはですね、日大の危機管理学部のね、福田充先生ですね。福田先生はツイッターでこんな風におっしゃってます。モスクワのクレムリンまでどうやってウクライナ軍が長距離にわたりドローンを飛ばせるのか、ロシア軍がなぜそれまで撃ち落とさないのか、
ロシア国内からどうして、ウクライナ軍特殊部隊がドローンを飛ばせるのか、リテラシーが問われるロシアのフェイクニュース、プロパガンダ、偽旗ということで、もう、フルボッコです。一刀両断にされていると、いうことです。で、ちなみにですね、さっきのね、小泉さんの記事にですね、私がいつも参照している軍事ライターのね、JSF さんね、はい、コメントを寄せて、まして、こんな風におっしゃってます。鈍速、まあ、つまり足が遅いってことね。鈍速の固定翼ドローンが何百キロも飛んで、その間に防空システムの迎撃も受けず、モスクワ中心部まで侵入して自爆するという行動ができるとは、にわかに信じがたい話です。平時に奇襲されたならともかく、戦時であり、事実ならばロシア軍は無能という証明になってしまいます。またロシア側は、電子戦システムで撃墜したと主張していますが、ドローンはクレムリンの真上で、空中で爆発していると。しかし電子戦システムでは目標が爆発したりしません。対空ミサイルや対空機関砲の発砲も確認できていません。ドローンは飛ばした側が事前のプログラム通りに自爆したように思えますと。いうことでね。だとするとあれか、じゃあ小泉さんおっしゃってる通り、ね、ウクライナが、ね、飛ばしてね、わざとここのね、クレムリンの上で爆発する絵を撮らせて、どうだ、もうこの、モスクワにいても安全じゃねえぞ、プーチンみたいな、まあちょっと政治的なね、プロパガンダというかね、そういう情報戦で使ったのかみたいなのも出てくるんですが、まあこれまた証拠がないと、いうことです。で、先ほどの議員ちょっと戻りまして、小泉さん曰くですね、さらにこう続けます。ここまで話した内容により、ウクライナが実行した可能性もあります。他方で、クレムリン側の声明の最後に、我々は適切な時期と場所に報復する権利を留保、していると脅しめいた文句があります。そのためロシア側がウクライナにさらなるプレッシャーをかける、あるいは戦場で今よりも烈度の高いことをするための正当性を確保する目的でこういうことを実行したという可能性があります。私は現状どちらも判断がつかないというのが正直なところですと、いうことですね。で、さらにね、自作自演だった場合どうなのかっていうことをね、さらに突っ込まれて小泉さんこう答えています。国際社会に対してはそういうことを主張したいですよし、国内向けにはこんなひどいことをされた国家のシンボルに攻撃を受けたのだから、みんな戦争に協力しなければならないという方向に確実に持っていくでしょうね。ロシア側の主張が事実であっても、そうでなくても、問題はその場合どこまでやるのかということです。例えば、ずっと噂がありますけど、第二次動員をかけるのではないかとか、戒厳令を発令して総動員までやるのではないかといった方向に行くのか、それともクレムリンが攻撃されただけで人も死んでいないので、報復としてキーウ中心部に何発か撃ち込む程度にするか、これからロシアの出方を見ないと、出方を見ないとわからないですね、と。いうふうに言ってます。で、まあ一応ね、これがまあ、公開情報なんですけれども、もちろんですね、プロに聞きましたよ。はい、私を監修してくれてるね、プロに聞いたところですね、これひょっとしたらですけど、核使用の脅迫のための偽旗作戦かもしれないということなんですよね。うん、現状ですね、もうロシア軍って反抗を受けて負けそうでしょ。なので、まあ、その反抗を受けた時に、その使用するね、口実。お前らクレムリン狙ったろ、プーチン狙ったろっていうことで、核撃つためのね、その、まあ、そのステップに、している可能性があると。まあ、逆に言うとですね、そこまでやんなきゃいけないってことは、ロシア軍相当追い詰められている可能性はあると。いうことで、プロその、この後ね、こんな風におっしゃってます。反抗は、まあ、ウクライナ軍の反抗は実施されるでしょう。その際にですね、戦術核が使用された場合を考えるべきですね、と。最良の選択肢は、アメリカを中心とする NATO の介入。欧州大戦、ひょっとしたら世界大戦の淵に来たのかもしれない、と。いうことで、小泉さんがですね、意味軸もね、この記事のヘッドラインね、かなり大きな展開が起きそうな局面を我々が見ているっていうのは、これ、暗にですね、欧州大戦、ね、まあ、第三次世界大戦ですけどね、まあ、その可能性があるっていうことを、まあ、ちょっと含んでるのかなと思いました。で、さらにね、プロはね、まあ、こんな風に言ってます。今回のこのドローンの件ね、ロシア国内はね、さほど盛り上がってないそうです。で、さらに言うとですね、核使用の話はですね、やっぱり少数派が言ってるだけでね、なんかそんな盛り上がってないと。まあ、一応注目すべきはですね、プーチンの過激なスポークスマンになり下がったね、ちょっとアホの子になりかけてるっていうか、もうなってる、メドベージェフがこの後何と言うかどうか。ね、ここはね、まあ注目すべきところだな、というふうにプロは言っています。で、先ほどのね、小泉さんのね、お話ね、ウクライナがやった可能性もあるっていうことで、他の場所でもロシア国内でね、なんかいろんな、まあその現場猫事件が起こってるので、まあそれの関連じゃないかみたいなところで言うとね、一応事実としてね、これまたテレ朝ニュースなんですけど、ロシア国内にですね、爆破事件が相次いでいるという記事があります。で、この記事によるとね、まあ、このように書いてます。ここ数日、ロシア国内では不審な事件が相次いだと。ブリアンスク州で貨物列車が爆破され、これ1日ね、5月1日に、ロシアのブリアンスク州で貨物列車が爆破され、脱線する事件が起きた。ロシアのメディアによると、
列車は、石油製品や木材などを運んでいて、コンテナ7、8台が脱線したというと。さらにその翌日も同じブリヤンスク州で列車爆破、爆破事件が発生。機関車と貨物車両20両が脱線したものの、負傷者はいないというと。2日連続で起きた列車を狙った事件、いずれもウクライナ軍などの関与は明らかになっていないと。いうことですね。で、さらに3日ですね、クリミア橋近くにある、石油貯蔵タンクが、爆発炎上と。実はその4日前にも、セバストポリの石油貯蔵施設がドローン攻撃され、貯蔵タンク10基以上が破壊されていると、いうことで、まあ、今回の火災についてね、ウクライナ軍の報道官は、今回の火災は大規模な本格攻勢の布石となると、いうふうに、まあ、ウクライナ軍の関与を、まあ、示唆したんですが、まあ、ちょっとこれはわかんないですね。はい。まあ、これまでにですね、ゼレンスキー大統領もね、まあ、その大規模攻撃ね、あるんじゃないかみたいなね、そういう、まあ、示唆する発言が相次いでるので、まあ、それとね、このロシア国内のね、不審火、ね、石油貯蔵施設の爆破ね、さらに、列車の爆破、相次いでるので、これひょっとしたら、このね、ドローン攻撃だったかもしれないけど、まあ、とりあえず、現時点では、どっちかわからない。偽旗かも。まあこれ相次いでるのを利用してロシアが偽旗作戦仕掛けてきて核を使う口実にしようとしてるのかもしれないし。この辺はですね、やっぱね、ちょっとわかんないですね。どっちの可能性もあると、いうことなので。まあだから、ロシア側の発表を鵜呑みにしないことですよ。偽旗の作戦も十分注意して、もう渡辺さんおっしゃる通りで、偽旗作戦の可能性もですね、十分考慮して、ね、置くべきだと。ね、渡辺さん、意味塾もね、自作自演も含めて検討すべきだと、いうふうにおっしゃってますので、まあ、この辺ね、よくちょっと注意して見ておく必要があるかなと思います。まあ、プリゴジン曰くね、5月15日までにウクライナは必ず反撃してくると、ね、ワグネルのプリゴジンが言ってますので、まあ、それもね、もう来週ぐらいですよね。まあ、それまでにってことですから、今週あってもおかしくない。もういつあってもおかしくないというこういう状況で、まあ、ひょっとしたらね、この戦争がさらなるエスカレーションする可能性があると。まあ、プロは欧州大戦の可能性があると、いうふうに言ってましたんで、その辺も含めてですね、連休明け、注視していきたいなと。まあ、連休中もね、連休明けもね、ウクライナ情勢、注視していきたいなと、いうふうに思っております。はい、ということで、今日の内容面白いなと思った人は、ぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!